い、どうも皆さんこんにちは、かったです。今日は今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、明日9日から13日までのやるべきことイベントガチャ予想をやっていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。早速毎週恒例の今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーをお見せします。野手がこんな感じで、投手がこんな感じです。先週からの入れ替えとしては、増田選手を森選手と入れ替え、スピリッツ215アップとなっています。野手の方は山本選手を小笠原選手と入れ替え、スピリッツ200アップとなっています。覇王の順位推移が危なかったため、小笠原選手にストック経験値を使用しました。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツ 93,199、 最大コンボ上昇量 9,600 となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りとなっています。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。週の序盤から4桁の順位推移となっており、かなり怖い順位推移となっています。こっからミキサーなど補強ポイントが多数控えているので、そこでしっかり補強する必要があるでしょう。今日の夜の時点でも覇王の維持が危なそうであれば、他の選手にもストック経験値を使っていきたいと思います。そして将来のオーダーとしてはこちらとなります。まず投手の方は5連プレゼントスカウトで当てた柳選手を涌井選手と入れ替え、スピリッツ200アップとなる予定です。そして野手の方は中村選手を戸柱選手、外選手を宮崎選手にすることで、スピリッツ215アップは可能ですが、ヤクルト枠が足りなくなってしまうため現状は保留となります。ただスピリッツ4000のキャッチャーを確保できているのは大きいでしょう。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて明日からやるべきことイベント勝ち予想の方に入っていきます。まずは明日9日月曜日から始まること、最強決定戦の試合期間が開始となります。ここへ向けて仕上げてきた方もいると思いますので、目標の順位に入れるように祈っておきましょう。ちなみに自分はセ・リーグ限定リーグで出る予定です。続いて9日月曜日のイベント予想。この日のイベントは終了日が休みの日に重ならないつなぎイベント、もしくは7日間イベントが考えられます。7日間イベントの場合は連続となってしまい、ガチャの終了日と会うのも3日間イベントとなるため、3日間のつなぎイベントの可能性が高いでしょう。つなぎイベントが来ると仮定し、ここで直近できていないつなぎイベントを見てみると、1月4日からプロスピトレジャー、24日からスペシャルミッション、2月15日からルーレットヒッター、25日からコーダの達人、28日からプロスピマーケットとなっています。予想としては本命がプロスピトレジャー、対抗がスペシャルミッションと予想します。スターロードを先に持ってきたことで、プロスピフェスタとの間隔が空いたので、育成系イベントが来てもおかしくないでしょう。続いて12日木曜日のガチャ予想。この日は今来ているガチャの終了日となるので、ポジション追加のガチャが来るでしょう。野手と投手が交互に来る流れは未だ崩れていないため、次は野手が来ると思います。予想としては戦力強化スカウトで野手の追加と予想します。ミキサー前にそこまで豪華な選手は出してこないと予想し、控えめな予想をさせていただきました。マスカのライト追加となれば激アツなミキサーになると思います。続いて12日木曜日の解禁予定。待ちに待ったミキサーの開催が予想されます。直近3年間の登場日が5月10日11日12日となっているので、今年もポジション追加のタイミングに重なる12日が濃厚と言えるでしょう。ミキサーのおすすめ球団に関しては11日に上げる予定なので、少々お待ちください。続いて12日木曜日のイベント予想。予想通り月曜日につなぎイベントが来れば、木曜日にイベント更新があります。連続でつなぎイベントを組む確率は低いので、本イベントが有力となるでしょう。ここでの本イベント終了後、覚醒系イベントで新戦力が来るのが例年の流れとなります。ここで直近できていない本イベントを見てみると、10月19日からスカウティング9、29日から俺の球場飯、12月9日からプロスピコロシアム、1月7日からプロスピラビリンス、12日からピースを狙いとなっています。予想としては本命が俺の球場飯、対抗がプロスピコロシアムと予想します。プロスピコロシアム開催の場合は事前に告知があるでしょう。スターロードがかなり短いスパンで来ており、直近の順番だけでは読みづらい状況となっています。続いて13日金曜日の注目ポイント。新しくプロスピエースの対決動画が公開されます。対決動画に出演した選手は6月に登場するエキサイティングプレイヤーの対象選手となりますので、誰が来るかに注目しておきましょう。今現在確定している情報に関しては前回の動画で上げていますので、気になる方はそちらの方をご覧ください。
続いてこの1週間でやるべきことをチャレンジカップを進めましょう。次は A ランクカップとなっており、 A ランク以下の選手だけで戦う形となります。来週はやるタイミングがあると思いますが、イベントに絶対はありませんので、できる限り早めに取り掛かっておきましょう。月曜日のイベント更新前のスタミナはチャレンジカップに回すことをお勧めします。続いてこの1週間で期待できること、リアルタイム対戦のランキング報酬配布が予想されます。ランキング報酬は配布開始後2週間以内に大会ページにアクセスすることでもらえますので、忘れないようにしていきましょう。ちなみに自分は100位目標でやっていましたが、なかなかレートが上がらず厳しい状況です。ただ最後まで諦めず悪ガキはしたいと思っています。皆さんの状況もよかったらコメント欄の方で教えてください。明日9日から13日までのやるべきこと、イベントガチ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週は待ちに待ったミキサーの解禁ということで、補強チャンスになってくると思います。ミキサーの結果は今後のオーダー状況に響いてくると思いますので、神引きできるように頑張りましょう。この情報が良かった方、来週の更新も楽しみな方はぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。撮影している土曜日時点、自然回復で進め、得点はスタミナ回復を選び進めていた自分のイベント進捗状況としては、すでに累計回収が完了し、投手クリア人数、野手クリア人数もクリアしています。クリア人数報酬も金曜日に回収し終わったので、本日土曜日からは経験値選択をし、 V ロードにスタミナを回している状況です。参考にしたい方はしてください。続いてはオーダー選手の特殊チャレンジをしていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、小笠原選手です。小笠原選手はリアタイの方でも使っており、守備の方がファースト、サードが特殊で C に届くので、なんとか決めておきたいところです。ファースト適正 C でも嬉しいですが、現状はサード起用をしているので、できればサード適正を上げたいところです。ということでやっていきましょう。ちなみにね、特殊コーチに関してはパースピーポイントクラブのポイントがね、めちゃめちゃ余ってたので、そちらの方で交換してきました。まあ、自分はね、 S ランク 30% 契約書と自チーム契約書はシリーズ2完全移行のタイミングで交換する予定です。ということで、まあ、B ランクね、2枚使っちゃうんですけど、特殊チャレンジやっていきたいと思います。お願いいたします。さあ、特殊ね、ちょっとめったにできないので、ここ小笠原選手は普通にリアタイで使ってるので、一発で決めたいところです。さあ、決まるか。メインポジションはどっちだっけ、どっちメインだっけ、ファーストかな、多分ファーストですね。ちょっとサード適正上げたかったですが、ということで特殊チャレンジはこんな感じでした。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はイベント更新日ということで、イベント攻略動画を上げる予定です。よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。